イライラすると体って冷えちゃうんですよ。こんにちは、原町接骨院久松です。今回はイライラすると体が冷える、ストレスと冷えの関係ということでお話しいたします。はい、ストレスってね、実は体に冷えを生んでしまうんです。ですからストレス注意しないといけない。今回はそれについてお話しいたします。そしてこの動画をご覧になることによりあなたはストレスと冷えの関係を知り、しっかりとストレスコントロールするようになるはずですよ。ではお話しいたします。まず、冷えとストレスの関係は血流についてお話しすると、血流が体温と関係するんです。そして我々の体の熱、体の熱というのは血液が全身を巡ることで発生します。はい、血液が全身を流れることによって体って温まってくれるんです。そしてこの血液の流れ、血流は自律神経が制御するんです。はい、ここで自律神経、ストレスの話が出てきます。あなたがストレスを受けるとどうなるか。興奮のスイッチ、交感神経が優位になります。自律神経、動いてる時に頑張ってくれる興奮のスイッチ、交感神経と、休んでる時に頑張ってくれる回復のスイッチ、副交感神経、この2つあります。それがね、うまく入れ替わることによって我々の体というのはいい状態で活動できるんですけども、ストレスを受けると興奮のスイッチ、交感神経は優位になる。ふわーっと体が興奮状態になるんです、力が入って。そうなると血管が収縮、縮まって血液がドロドロになる。はい、もう血液ドロドロになるし血管が縮まる。そうなると血液が流れにくくなる、血行不良という状態になるんです。はい、血行不良になると、要は体の熱は血液が全身を巡ることで発生するので、血液の流れが悪くなると冷えるということになるんです。そして冷えというのは万病のもとと言われております。体が冷えると、この冷えが悪化するとどうなるか。免疫力低下、もう風邪ひきやすいとかね、もらわなくてもいいウイルスをもらってしまう。そして頭痛が起こったりとか、体の痛みが起こったり、首こり肩こりが起こる。首こり肩こりはね、自律神経を乱すもとになります。そして人によってはね、頭皮の血流が悪くなって薄毛を招いてしまうということもあるんです。ですからもうストレスをうまくコントロールね、以前もお伝えしましたが、ストレスはね、完全にね、排除するのは無理ですから、うまくね、ストレスをあなたの方で発散、解消する。そしてストレスに抗う力をつけるっていうのが、ね、大事になってきます。ぜひね、ストレス対策して、体を冷えから遠ざけて、病気のもと、冷えを、ね、しっかりとシャットアウトしましょう。ということで、今回の話もう一度復習すると、ストレスと冷え関係あるんです。まずね、血流が体温と関係します。体の熱というのは血液が全身を巡ることで発生します。そしてこの血液、血流っていうのは自律神経が制御するんです。あなたがストレスを受けると、興奮のスイッチ、交感神経が優位になり、血管が収縮して血液がドロドロになる。そうなっちゃうと、血液が流れにくくなる、血行不良という状態になります。血行不良になると、結果として体が冷える。これが悪化すると免疫力低下したりとか、頭痛が起こったり、体の痛み、首こり肩こりが起こったり、薄毛を招いてしまいます。ですからね、体が冷えないようにするために、うまくあなたはストレスコントロールして、ストレスに抗う力身につけてください。今回の動画は以上になります。今回の動画、あなたにとって少しでもヒントがございましたら、グッドボタンお願いします。また質問やコメントは下のコメント欄からお願いいたします。そしてライブ配信のお知らせです。私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日22時30分ぐらいからご覧のチャンネルで YouTube ライブ、週に2回ライブ配信やっております。
内容は1週間の配信した動画のダイジェストとあなたからのご質問にその場でお答えしていきます。そしてライブ配信の最後ではあなたが夜ぐっすり眠れるように遠隔整体までやっております。よろしければライブ配信もご参加ください。そうしてこの動画をご覧のあなたが自律神経の症状その他の症状でお悩みで病院に行っても回復しない、整体院や整骨院に行っても回復しない、でもどうにかしたいということでしたら私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体であなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて調子が良くなっていくお手伝いをさせていただきます。またあなたのご自宅が遠方である場合は自宅でできる1対1の遠隔整体もやっております。私の自律神経の整体にご興味ございましたら下の概要欄にねリンク貼っておりますんで、そこから LINE 登録して私の方に直接ご連絡ください。そうして私今後も自律神経やお体に関する情報をどんどん配信していきます。ご興味ございましたらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。